はい、アザラシ農園ゴールデンウィーク直前号でございます。で、俺は今からマルチを張っていこうっていうことだ。マルチを張らなければ管理がおぼつかないからね。この辺の畝のね、この辺の溝はさっきスコップで掘った。大変だった。めんどくせえけどやるか。で、こっち側にこの止めていく。このマルチでかくない？ちょっと短いか。いや、同じだな。よっ、よいしょ。ちゃんとした汗も取ってくるか。あと一つ。よし、これで OK。 このマルチの端っこを重ねてこうね、杭で止めるっていうことをすれば杭が残らなかったね。どうでしょう、マルチ張り完了。触りたくねー。しっかり苗を買ってきたけどね。合計10個買ってきました。近所のホームセンターに行ってな。だけど雨がな。とりあえず買ってきたものを紹介しよう。スイカ、これが一番高かった。ナス千両2号、これもナス。黒曜、でオクラを2ポット。オクラなんてもうね、多分ね、やべえ、適当に取ったから。オクラってこのね、3本セットなんですよ。あら、間違えた。3本セットでポットに入ってるのが多いんだけど、2本の買っちゃったな。ど素人ですね、この買い方は。で、唐辛子、鷹の爪、ピーマン、もう一番ベーシックなピーマン。ちなみに
年越しピーマンは失敗しました。外に出したらね、枯れちゃった。なんでだろうね。冬は越したんだけど、春は越せなかった。で、ミニトマト、普通のミニトマト、そしてちょっとお高めの激甘中玉、ミスター甘浅野の傑作、198円、とにかく甘い。こちら中玉トマト、大玉トマトを買うようなね、高等テクニック俺は取れないよ。アザラシは取れません。大玉トマトはね、雨よけとかしないとね、すぐ割れちゃうんでね、買いません。で、買ってきました。この10種類。これから植えていきます。手入れのしやすいところにトマトを置くのがいいと思うので、この辺りかな。ここにトマトかな。ここにミニトマト。ここに中玉トマト。ナスビはそんなにはね、手かけてってことはないと思うから、真ん中あたりでいいんじゃないかな。ナス真ん中、このぐらいかな。ここ近いか。こんなもんだろう。オクラもジャンジャが取る必要があるから、このあたり良くないか。オクラこのあたり。唐辛子ね、ナスの横に唐辛子、ピーマンはこっち、あそこに、あそこに唐辛子を植えよう。あそこに唐辛子、こっちにピーマンかな。どんどん雨が強くなっている。唐辛子ね、ピーマンな。ピーマンここでいいや、とりあえずここでいいや。はい、でちょっと植えていきます。すげえな、なんかまるで俺が適当に植えてるように思われてしまう。こんないっぱいスペース空いてるのに、こんな。ちょっとほぐしたりした方がいいのかもしれんね。そのままゴシャッと入れてるけど、ほい、オクラだって、オーソドックスなオクラ。ほい、オッケー。次、ここ唐辛子。唐辛子はまあね、一本では少ないかもしれん。もっと欲しいわ、正直。一番唐辛子がなんかいろいろやりたい。たくさんあってもいい。あんまり結局使わんけどな。今年こそとは言わないけど、できればね、唐辛子でね、あれが作りたい。タバスコが作りたい。ナス、黒曜。この記録が貴重な資料になる。ここに黒曜を植えたことはもう何も残ってないから、記録上映像としてしか残らない。黒曜ってなんだよ。ほい、次ここナス、庄屋大長ナス。ほい、次、はい、中長ナス千両2号。よし、 OKOK。 トマトはこの端っこに、まあ、どうせな、背が高くなるから端っこに植えて、他の植物の生育を邪魔しない位置にね。で、こっちミニトマトね。よし、オッケー。最後お楽しみ、こちらスイカ。これはですね、植えるところも決めてます。これはね、このスペースに植えるつもりでね。トカゲがいる、トカゲが。ここにスイカを植える。よっ、ほい、楽しみ。よし、雨が強くなってきたんで入ります。じゃあ新しいの駅、今日はここまで。雨や。ほなまた。